加えて、それからこう申せられています。アウズビラーヒミナシャイトニルラジーム、ライサカミスニヒシャイーワフワッサミーウルバシール、他のお方に似たものは何一つなく、すべてを聞き、すべてを見るお方。加えて私にとって最良の先生である預言者ムハンマド様、サラッラーアレイユアリワサラムは、こう言っておられます。まことにアンナーには、100を1つ除いた99のお名前があります。インナリラヒティサアタンワティサイナイスマン、ミアタンイラワヒダン、マンアハサーハダハラルジャンナ。それらを覚えた人、それらを網羅した人は天国に入るでしょうと。ちなみに、ウラマ、学者先生たちはこれを解説し、網羅する、マンアハサーハ、網羅するとは次の4つを意味すると言っております。1つは暗記することね。あんなに99のお名前があるって知ってるよね、みんな。そのうちのいくつか覚えてませんか？例えで挙げてみて。一つも知らないとは言わせない。はい。え？それは預言者様たちの一人だね。え？マリック。アルマリック。はい。アルラハマン。アルラハマン、そうだね。みんな何をするにも必ず言う言葉があるでしょ。ビスミラーヒラハマニラヒーム。その中にもう2つあるじゃん。アルラハマンって1つ言ってくれた。もう1つはアルラハマニアルラヒームだね。それからラマダンの時によく言わない、アラハマインナカアフウンカリームントヒブルアフワファアフアンナカリームアルカリームアラアフウンアルハキームアルワドゥード、いっぱいあるんだよ、99で。それら名前はみんなアッラーの完全無欠な特徴を表す美しいお名前なわけね。で、これらを網羅するってことについて先生たちは4つの意味合いがありますよと教えてくれてる。1つは暗記すること、アッラーの名前、この99のお名前を暗記すること。2つ目はその意味を知ること。例えばアルキャリームという名前、一つ目は暗記するだからアルキャリームと覚えることね。覚えた？アルキャリーム。二つ目は意味を知る。アルキャリームというのはどういう意味？それは寛大なお方という意味です。寛大な、ただ優しいだけじゃなくて、とても懐の深い寛大さで、三つ目はそれにふさわしい行いをすること。どういうこと？つまり私たちはアッラーとの関係でどんな存在？私たちはアルカリームという寛大なお方の何？しもべだね。しもべだ。しもべってどんな存在？使える存在です。言うことを聞いて従う存在です。だからアルカリームのしもべにふさわしいように周りの他の人、ムスリムであろうとなかろうと、優しくあろうと、寛大であろうと、努めること、努力することが大切な行いとなります。4つ目は、そう、アルカリームというお名前でもって、アッラーに呼びかけることです。アッラーに祈ることです。やアッラーということもあるでしょ、いうことはあるでしょ。それ、これからは、それに加えて、やアッラー、やカリームという名前とか、やラハマンとか、やラヒーム、というアッラーの美しい皆も添えてください。そうすることでアッラーが僕たち、私にとってこれまでよりももっともっと近しい存在に感じられるようになると思います、インシャアラー。だから願わくは至高のアッラーは私たちをお助けくださり、私たちが生涯の幕を閉じる最後の最後まで油断してならない。最後の気を抜くとシャイタンは、私たちの敵悪魔はいつも虎視眈々っていう言葉がある、鋭い目で狙ってるわけ、君たちが油断しないかと。ちょっとでももう私はこれまで僕は頑張ったからもう大丈夫だ、もう天国行けるもんねって思ったりすると、ひょいっと足をすくわれてまっすぐな道からそれで行ってしまいかねない。だから
生涯を閉じる最後の最後までアンナが助けてくださいますようにと。そして最後の最後、私たちが最後息を引き取るまでアンナただお一人、お一人をあがめ、お一人にすがり、お一人に仕えられるよう私たちの人生を全うできますように。アーメン。